私は喜多方くるみ、よろしくね。何か用？気合い十分ね。いい感じだわ。私は喜多方くるみ、よろしくね。何か用？うん、いい感じじゃない？うん、いい感じじゃない？一番人気だけど。ただいまより投票受付を開始します。昨夜われる春の地ゲートが開いて飛び出した12歩であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは5番パタノミラクル、先頭エルカーサリバー、外から行こうというところ、そしてその後ろからベガ、それからネーハイシーザー、内を通りましてステージヒーローマーベラスクラウン、そのうちヤマニンファントム、スターバレリーナ、それから3番ヤマニンフォックス。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、それからもう1頭11番ナイスネイチャー、サンドピープル、ダイナミックバードがその後ろ、ババコンディションがなんとも微妙です。
エルカーサリバーがレースを引っ張るようになりました。そのうちからはベガ、外を通って10番礼拝シーザー、そして4番手にステージヒーロー型のミラクルはこの辺り、その外6番ヤマニンファントム、その後ろでやりましょうかマーベラスクラウン、そのうちにスターバレリーナ、3番ヤマニンフォックス、それからナイスネイチャー、そしてその後ろからサンドピープル、内を通ってダイナミックガード、依然先頭エルカーサリバー、そして内からはベガ、その外にネハイシーザー、内から1頭1番ステージヒーロー、先頭行くのは9番エルカーサリバー、先頭はエルカーサリバー、内からはベガが来ている、このまま粘れるかエルカーサリバー、内からベガ、先頭は9番エルカーサリバー、先頭山田とエルカーサリバー、外から1頭スターバレリーナ、外からスターバレリーナ、パタノミラクル先頭、1着パタノミラクル。レースを終えた馬が戻ってきたわ。何か用？今週はレースがあるわね。何か用？まずまずかしら。嬉しそうね。何か用？
なんとかここで勝ってほしいわね。ただいまより投票受付を開始します。さあ、各馬を迎える緑の夢のステージです。春の総決算宝塚記念、いよいよスタートです。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開く、あなたの夢は型のミラクルか、三輪早秀か、私の夢はマジカネタンホイザです。果たして先頭に行くのは、ネンハイシーザーが先手を取りました。6番ベガアイルトンシンボリがその後ろ、10番インターマイウェイ、4番カタロミラクル、 G1 初制覇なるかどうか。三輪早秀が上がってまいりました。まもなく第1コーナーに差し掛かります。その外に5番ゴールデンアワー、ステージチャンプ、それから7番桜千歳王、内を通ってマチカネタンホイザ、そしてその後ろから2番ダンシングサーパス、外から1頭ナイスネイチャー。もう一度先頭から紹介しましょう。2馬身くらいの差をつけてネンハイシーザーが先頭です。ドキドキしますね、本当に。これを追って10番インターマイウェイであります。外を通ってアイルトンシンボリ、そのうちにベガ、そして5番手に1番三輪早秀、その外からは9番ステージチャンプ、型のミラクル、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。その外5番ゴールデンアワー、7番桜千歳王、それからもう1頭マチカネタンホイザ、ダンシングサーパス、ここにいた11番ナイスネイチャー。今日は最後尾から、先頭は依然として8番ネーハイシーザー、それからインターマイウェイ、そしてその外に12番アイルトンシンボリ。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。型のミラクルは4番手といったあたり、アイルトンシンボリ先頭に立った。先頭は12番アイルトンシンボリ、内から1頭ネーハイシーザー。さあ抜けました、アイルトンシンボリ、アイルトンシンボリ1着宝塚記念、勝ったのは12番アイルトンシンボリだ。いまいちだったかしら。1着12番、2着7番、3着レースを終えた馬が戻ってきたわ。何か用？